ラナルビリーはフランス、ブルターニュ地域圏フィニステール県のコミューン。ラナルビリーは県北部、ブレストの北約2 0トルのところにある。面積およそ5.92平方キロメートルのコミューンは、落農と野菜の生産が中心の農業が主体である。かつてのラナルビリーはケルニリスの小教区であった。ケルニリスは レオン市教区の下にあるケメネティリジョ管区に属し、聖、クエヌーを守護聖人としていた。ラナルビリーは、元は、原始のプルゲルノー教区をバラバラにして生まれた、小教区であった。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降 INSEE2011 年11月、コミューン議会は、ブルトン語の日常使用促進を歌うヤーディー。 あるブレイジョに非検証批准を可決した。毎年、通常1月、ラナルビリーでは、シクロクロスの国際大会が開かれる。1965年には、ブルターニュ選手権、2004年には、シャランジュラフランスシクロクロス選手権、4度のシクロクロス、フランス選手権が、2004年から2005年には、UCI シクロクロスワールドカップが、1982年には、 シクロクロス世界選手権の開催場所となった。1958年以降開催された58回の大会で、マンギャンサーキットに自転車競技の専門家のみならず、フランス内外のチャンピオンが参加した。大会の組織運営には大勢の人々が動員される。コミューン人口は350人ほどだが、2007年には400人以上の大会ボランティアが参加した。 ホールの跡地にはアジサイ庭園がある。ブルターニュを象徴する花となっているアジサイはアジア原産で未知の土地を探索するのに科学的海洋探検が行われた18世紀以降にブルターニュで見られるようになった。最初にアジサイがフランスに導入されたのは植物学者フィルベール・コメルソンの手による。コメルソンはブーガンビルと共に1766年に ラブードゥーズ号に乗船して、ブレストを出港し、世界を一周した。アベールコートでレジャンド地方において、アジサイの地プロジェクトとして、人々の私的な庭や町の庭園において、アジサイは建築物や、景観の遺産を強める目的で植えられている。ありがとうございます。